僕なんかあったっけ？と思いながらは、不思議な感覚。あ、いたいたいた。あ、いたいた。これと話して終わり。意味あるなんだか宝って。話せばいいんだけどって。簡単だぜ、これは。なぞなぞの方がめんどくさかったって。話せばいいだけなんだよ、これ。俺って最後に話した人じゃない？最後に話した人。意味ある宝神経学。もう一瞬で終わるわ。マッハで終わりすぎてやばいって。マッハで終わるわ、これ。マッハで終わるわ。あとはやってないのは、を後でやるって感じですね。釣り針とグルメがちょっと条件がなんか、グルメパッとしねえんだよな、条件が。あとなんか動物をやるのと、なんか、柱を壊すやつと、抽出装置を全部ぶっ壊してくるっていう、っていうのがあるから、後で、騙すものは騙されるとかは後でやればいいんじゃない？とか、石の女王の伝説は、石の封印を16個壊すって言われても、やべえって。終わり？終わり？終わり？あ、いや、終わりじゃなくて、何回か行くってことこれな、この謎解きの通りに。めんどくせえ。めんどくせえっていう。終わりじゃないんでしょ、多分これ。次のだから。目的地はどこや？どこやろう？頭いて。とりあえず指定の地域に行けってことなの。もう一回見てみる？おい。浅い海の、浅い海って書いてんだから。浅い海、船のあれがあるとこでいいんじゃない？わかんないよ、俺も。船があるとこ行ったら、アテナマークが出てくるんでしょ、多分。それか、もう、あと、イベントは、なんかのあれを取るやつ。ていうか、これでいいじゃん。これでよかったじゃん。まあ、全部のキャラっつうが欲しいよね。で、キャラは欲しいけど、育成のあれが楽になってくんねえかな。生物とかがまさに外れが多すぎてやってらんねえくなるっていうね。簡単なお仕事のもん。あ、でもこれ話して目的地に行くだけだから簡単だから。あとはなんかエルマイト旅団のなんかの8個の何かを解くが簡単そうだね。16個の石の柱もいや、もう、まあ、一応時間があればできるパターンのやつやって。で、釣り針はもう釣り針が出ねえもん。俺、未だかつて1回しか出ねえの。釣り針のやつは釣り針だし、グルメはさっぱり条件がわかんないし。グルメの条件がわかんねえし、まず。驚きはグルメの、グルメはグルメで俺全部やってるはずなのにグルメ出てこねえし。
これさ、多分ね、稲妻のデイリーを改めてみたいだね。改めてやんのかよ。改めてやるみたいだから、釣り針が出てからだわ、グルメは。釣り針出てスメールが終わったら、釣り針あと2回出たら、稲妻でグルメやるわ。運ゲー方式多いからな。編集者となんとかも、運ゲー方式すぎてやばいってね。よくありますよね。というかもうこれ見ればいいだけでしょ。K1 だったから出てきた時には、なんか衝撃だったけどね。まあ、徐々に、やっぱり、弱点見抜かれてね、っていう感じで。プロレスラーとかになったっけ？なんだっけ？初めて出た時は、パワーのか、あれでね、あれだと思ったけど、脇腹とか打たれてやられてたよね。負けるまでは強かったけどね。負けてからはなんか、恐怖を覚えたのか、なんか、みんなも慣れたのか知らねえけど、あれで、だよね。それで、プロレスでもやってたったっけ？どうなったんだろうね。言われてみればさ、何やってんだろうね。詳しい人は、終わりこれ。終わりだ。そう。ミルコは、外したよね。なんか普通ぐらいのあれだったのが、だんだんそういうサップ戦からも、全部復活して、あれだよね。なんかもう、あれになったよね。それまでこうはしなんて、か、ファンでも次なのん動か、きはこうなんか普か通な。のぐらいの人、あれだったけど。この当時を思い出すと。